手を合わせてください。いただきまーす。受けてる受けてる。いただきまーす。ありがとう、作ってくれて。うまっ。うまい。今日はですね、あのお仕事は子ども家庭庁ってできたの知ってる？うん、知ってる。子どもの意見をどんどん取り入れてって、子どもの意見ももっともっと尊重していこうみたいなとか、子どもがいる家庭の意見をこう取り入れていこうとか、うん、まあまあそういうやつで、でなんかその応援サポーターみたいなのになったんだけどさ、うん、でそこで会見の中でなんかこう意識してることとかあります？みたいなこと言われて、まあ、まだほら生まれてもないし、うん、お腹の中にいるっていう状況だけど、うん、俺さこのこれあるじゃん今、うん、タンちゃんのカバンから外したけど、これマタニティマークね。この動画を見てる層の方はまあほぼほぼ知ってるじゃないかなと思うけど、うん、俺正直これの存在よく分かってなかったんだ。そうなんだ。でも男性の方が分かってないかもね。男性全然分かってない。その話をこの前した時に、うん、マタニティマークってなんか聞いたことあるなみたいな。実際そんなレベル？うん、そんなレベルよ実際。うん、こう書いて字のごとしたけどさ、あこの方は妊婦なんだなって分かるマークなわけじゃん。うんうん。でさ、まあこれあるあるだけどさ、うん、電車の中でなんかお腹がふっくらしてる方がいた時に、うん、こう席を譲るかどうかみたいな、うんうん、でふくよかな、うんうん、妊娠じゃなくてふくよかな方だったらただ失礼に当たるからどうしようみたいなシチュエーションも、ね、何度もあるわけ今まで、うんうん、まあ明らかだったらいいよ、うん、だけど分かんないよね。分かんないじゃんな時に、まあこれがついてたら確実ってことだもんね、うん、要はね。うん、そうだね。そうだからこう譲りやすいみたいなことなんだろうけど、うん、本当にこれの存在を俺は理解してなかったから、うん、そうなんだ。いやーだからこの前俺だけじゃなくて、で俺だけかなと思ったけど、うん、まあほぼほぼ知らなかったね男性は。理解してるから目に入ってくるわけじゃん、うん、理解してなかったから入ってこないし、うんうん、だからまあ俺電車にそれを知ってから乗るときはすごく意識的に見るようにしたりするし、うんうんうん、俺も普通にあの学生とかに席譲りなさいとか言っちゃうタイプだから、そうおばあさんとかで混乱してるときに、あ、うんうん、あの君学生でしょとか席譲りなっつって、うんうんうん、過去にいたことあるんだけど、まさしくそういうのを発信する意味があるなと思ったんだよね。なんとなくで話聞いてたり、なんとなくの認識だとさ、うん、流れてってるから、うん、まあ俺も多分なんかで聞いたり見たり認識はあったんだろうけどね、うん、過去にね。そうだからなんか寄り添おうと思ったね。でもなかなかそれをこうつけるのに抵抗がある人も多くてさ。そう聞いたそれも。うんうん、私もでもここ最近つけたの。そうだよね。うん、うん、本当はなんかつわりがさ、初期が結構しんどかったりとかして、見た目じゃ分かんない時にこそこう電車でさ急に気持ち悪くなったりとかもあるから、うん、つけたいところだけどなんかまあどうなるか分かんないしっていうのがあったりとか、うん、あとまあそもそもその妊活してる時ってそのマークを見かけるのがちょっと辛い時もあるからさ。あー、そうだよね、うん、そうそう、うん、うまくいかなかった人とかの立場からするとね。そう、うん、そういうの経験してるとちょっとなんかつけるの躊躇するっていうか、うん、その人の気持ちも知ってるしね。そうそう、でも自分が体調がそんなに、うん、まあ良ければそんなにあのつけなきゃいけないってこともないんだけど、うん、ちょっとお腹が大きくなってくるとどうしてもしんどい時とかあるから、うん、それでつけるようになったって感じ。でもみんなね携帯いじってるからあんまり、うん、まあだからその話にもなって、例えば俺らみたいにその子供応援サポーターみたいな感じで今回まあ就任されたけど、うん、その大臣の方、小倉大臣が、うん、まあ、極論その全員にそういう風になってほしいみたいな話にもなった時に、うん、まあ、ただ一方で例えば、うん、電車の中で泣いてる赤ちゃんこうやってあやして、うんうん、こんなんしてさーとか言ってさ、うん、やってありがたいって思う人もいれば、うんうん、それがちょっとやっぱ特に都会とかだと、うん、
それがこう、あ、ちょっと怖いかもって思っちゃう人もいたりするわけじゃん、うんうん、で俺もね、電車でスキンシップが激しすぎて、うん、いやちょっとそれ距離感考えた方が良くないって思う人とか見かけたことあるわけ、もうめっちゃ触るの赤ちゃんにこうバーって。でそれはコロナ前だったかな、あれは、うん、にしてもやっぱちょっとその距離感難しいとこじゃん、うんうん、俺とかがさ電車の隣さ、電車の隣に乗ってる、うん、ママのここに赤ちゃんがいてじーっとこっち見て赤ちゃんと目合ってなんか、これは、うん、ママも、うん、あ、どうもってなるけど、うん、俺がなったら、ちょっと怖いって。でも気持ちは一緒じゃん。だからそのラインってめちゃくちゃなんかむずい、うんうん、というかさ、いないいないばあもさ、うん、いないいないなんか、ま、確かにこう、ま、こんなんやったらみんな怖がるけど、うん、なんか今今バーとか言ってやって赤ちゃんがキラキラっても笑ったら、ありがとうございますって言う人もいれば、うん、え、もう絶対関わんないでほしいんですけど、みたいな人もいるじゃん、うんうん、でそこってむずいとこですよね、みたいなのを、うん、なんかその一緒にいた末広がりずさんと先輩芸人と話したりしてて、これでももう正解ないじゃん、うん、ここって、うんうん、住人トイレだし、うんうん、そうだからなんかむずいなって考えさせられて。ちなみにこの車には赤ちゃんが乗ってますっていうマークあるじゃん、うんうん、あれできた経緯って、うん、まああれが貼ってたからって、うん、まあ、確かに運転でこう見かけたら気をつけるかもしれないけど、うん、だからどうすることもできないというか、あ、まあね、あれって昔車で赤ちゃんが乗ってて事故があって、うんうん、みんなその消防隊とか救出、うん、レスキューの人が全員救出しちゃうと思ったら、実は赤ちゃんが取り残されてて、うん、で救出できなかったっていう、その大人の人は気を失ってたしって言って、はいはい、っていう事件があってからあれができるようになったって。え、だからマタニティマークも一緒でさ、こう電車で席を譲ってもらえると嬉しい時もあるけど、うん、それが目的じゃなくてやっぱ緊急事態のために、例えば意識失っちゃったりとかさ、なるほどね、した時にその周りに気づいてもらうためのマーク。確かに確かに、 その運び方とかも変わってくるもんね、うん、そうそうそう、明らかに大きくないと分かんないじゃん、うん、っていう確かにがめちゃくちゃあるから、やっぱり認知必要だよね、うんうん、すごい。俺マジでなんか今この動画政府に頼まれたみたいな動画になってるけど、でもなんかすごい気づきが多くてさ、やっぱ最近、うんうんうん、気づいてたら優しくなれるみたいな人も絶対たくさんいるからね、うんうん、勉強になったっていう話でした。わかりました、はい、よかったです。よかったです。あのすごく非常にいい仕事でした、うんうんうん、はい、今更ですが今日は、妻がすっぴんでオフモードだったためにこの画角でのお届けとなりました。本日の動画は以上です。またお願いします。あ、私 YouTube 班、あの YouTube リーダー引退しました。フジテレビまあまあどうでもいいんじゃない皆さんからしたら引き継ぎました。あ、そっか、よかった、はい、お疲れ様でした。今後ともよろしくお願いします。フジテレビの YouTube もお願いします、はい。